覚えなくていいところは薄く板書する先生。まあこの国際連合、国際連盟、これっていうのはやっぱりマストで覚えてほしい。で、まあまあこれ全然覚えなくていい余談なんだけども、ここにあるのは、まあ、もう一個あるとすれば国際総会っていうものがもう一つあるけども、まあまあまあここはまあ覚えなくていいかな。うん、とりあえずこの2つをマストで絶対覚えてほしいなってことね。授業中隣のクラスの盛り上がってる声が聞こえてきた時の先生の反応。まあじゃあできたやつから、声をかけてください。あれ隣誰？まあいいや、うん、じゃあできたやつから、はい、お願いします。どうぞ。小テスト中、手元の本はメガネ越しに見るのに、生徒見るときは裸眼で見る生物の先生。喋んなよ、喋らずにやれよ。岡村。うん。生徒がクスクスしだして、黒板じっくり見て5時に気づく先生。何？どうした？え？ここな。こうか。こうな。で、先生がプリント配るとき必ずやる紙をくにゃくにゃやる行為。今から配るプリントは、これめちゃくちゃ大事なプリントだから絶対に親御さんに渡してください。ね、これ渡してないよとかっていうのは本当最悪だから。ね。で、足んなかったら後ろで調整して。人ごとのように説明する先生。何着てたもうこれ、布とかなんだって。で、何食べてたのって言ったら、もうこれ自給自足で全部やってたんだって。で、どこ住んでたの？立穴式住居に住んでたんだって。そんなことって俺たちできねえじゃん。それをこの時の人たちは全部やってたんだって。やべ、うわマジでやべ、もうこんな時間か、やべ遅刻するわ、やべ、行ってきます。おはようございます。おぶねえ、間に合った。うわ、ギリだ。あー、ぶねえ。OK です。これは、これはどういうことですか？いや、作りました。自宅、はい、ですよね。学校に行けないんでね。はい。もう行けないなら作っちゃえということで、はい、全部揃いました。これですよ。日本で僕だけじゃないですか、部屋の隣に教室があるの。ちょっと軽く案内してもらっていいですか？あ、もう案内って言ってもね、まあここは蛍光灯ですよ、普通に。はいはいはい、上がね、蛍光灯で黒板ですよ、ちゃんとした黒板ですから、かけますから、はい、おーいいでしょ、はい、黒板消しもあります。あります。で、これ学校の時計っぽいのがありまして、学校時計。あ、その横はこれ、コウ君です。コウ君、はい、恋愛、青春、友情、このジャンプみたいな世界観、ね。はい、で、ここに時間割りですね。時間割りがあって、やっぱ YouTube のコメントで、はい、こいつらはなんか日本史とかばっか学んでるって言われたんで、土曜日こうなってます。こんな学校ないだよね、日本史ばっかりでね。はい、作ったということで、はい、あ、もうちょっと授業始まるんで、あ、すいません。